友引式認定コーチの西村です。私は元サラリーマンでした。上場企業の一応一流の会社って言ってもいいと思うんですね。NTT ドコモの会社員として本社勤務もしたことありますし、北陸支社の一応総合職社員だったわけです。私はですから、そういう重厚長大な設備産業っていうところで勤めておりましたので、会社の規模とか何ができるのかとか、そういう普通の個人事業主とかではできない仕事の規模感とかっていうのは非常によく分かっております。だからなぜその会社とかに所属しているサラリーマンの皆さんが起業したいなとか会社辞めたいとかっていうの時に足がすくんでしまうのかとかっていう、その気持ちとかっていうのが自分が経験していたから非常によくわかります。なぜならその会社の方から辞めてしまった場合のその失うものの大きさっていうのをやっぱり感じると非常に恐怖心が湧きますよね。いや、当然だと思うんです。なぜなら日頃奥の単位っていうのがこの手の上をこう通っていくわけじゃないですか。会社のその肩書きとかで周りの人と接していて、例えば私はずっと平社員だったんですけれども、男性の方とかどんどんその係長とか部長とかに役職が上がっていきますと、その肩書きで周りの方と接するわけですよね。でその肩書きが俺からなくなったらどうするんだろう、ただの人じゃんっていうのを気持ちは分かりますね。私は金沢の割と観光地の中にマンション、母親の遺産をも相続した関係でマンションちょっと一区画買って持ってたんですね。で当然その周りの同じフロアのとか少し上の階のちょっと住民の方っていうのは同じようなその上場企業とかをお辞めになられて、で退職してその観光地にお住まいになられている方だったりするわけですよ。でお話ししていると、目的をなく定年退職した人というのは非常に寂しいです。次に何をしたらいいかわからない、再就職もできないとかっていう辛さっていうのは、私はそういう人たちと接していてわかります。やりがいを失ってからその方々が生存する時間っていうのは非常に短いです。やる気を失ってしまうと人間って過去も老けてどんどん体が衰えていくのかっていうのを私は直に目の当たりにしています。